おはようございます。おはようございます。下町コメディ映画祭ということで今から特別上映されますベガスからマカオへということでオープニングトークを担当させてもらいます。映画パーソナリティのことぶきつかさと申します。どうぞよろしくお願いいたします。午前中から、お集まりいただいたということで本当にありがとうございます。まもなく上映が開始されますベガスからマカオへなんですけれども、おそらくこの段階でお集まりなんでもうある程度内容も分かっているとは思いますが、少々、説明させてください。主演はチョ・ユンファ、まあ、男たちの挽歌シリーズで有名ですが、おそらく今日ご来場の皆様、僕より知ってる方が多いと思うんで、あまり説明は省かしてもらいたいと思います。監督は、ウォンチンという、もしかしたら、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、少林サッカーカンフーハッスルでおなじみのチャウ・シンチ、そして本作主演のチョ・ユンファを、メジャーに引き上げたと言っても過言ではない監督、それがウォンチンでございます。まあ、ちなみにチョ・ユンファと、チャウ・シンチと、まあ、ウォンチン監督の共通点で言えば、やはり名作ゴッドギャンブラーシリーズだと思うんですけども、僕いち早くこのベガスからマカオへ、見させていただいたんですが、公式には発表されてないとは思うんですけれども、僕個人の感想で言うとこのゴッドギャンブラーシリーズ の、まあ、その続編的な、ポジションになるのかなと、個人的には思いました。ベガスからマカオへのプロデューサーは、インファナルアフェアで有名なアンドリュー・ラウさんと、非常に、タッグを組んでチョ・ユンファが開古的にね、コメディに挑戦していると言っても、いいと思います。まあ、このコメディギャンブルムービーをぜひ楽しんで帰っていただきたいなと思っております。まもなく上映が開始されますが、その後上映後になりますが、映画評論家の宇田川光陽さんと私ことぶきつかさで、10分から15分短いお時間ですけれどもトークショーの方を予定しておりますので、ぜひ聞いて帰っていただきたいなと思います。ちなみに先ほど軽く打ち合わせをさせていただいたんですが、映画評論家の宇田川光陽さんがなんと、チョ・ユンファさんと、まあ、個人的に何度もお会いしたことがあると、裏話的なこともあるよなんておっしゃっていたので、ぜひ、聞いて帰っていただきたいなと思っております。僕がダラダラ喋っていてもしょうがありません。皆さんには早速楽しんでいただきたいと思います。さあ間もなく、上映が開始されますベガスからマカオへ、ぜひ楽しんで帰ってください。オープニングトークは私ことぶきつかさでした。ありがとうございました。